韓国外貨銀行。韓国外貨銀行は、かつて存在した韓国ソウル市中各に本店を持つ銀行であった。通貨金融機関、特殊銀行であったが、1989年に市中銀行、普通銀行に転換した。韓国内では一般に外貨銀行もしくは、ケブと呼称されている。日本においても、 銀行業務をを認可されてており、日本国内に2支店に店出張所を展開していた。ここでは、旧花銀行を吸収した後のケブ花銀行、登記上は、花銀行についても説明する。2015年9月1日に花銀行と合併し、ケブ花銀行となり、韓国で資産規模が最も大きい銀行となった。 合併後の存続法人は韓国外関銀行となるが、定款上の法人名は株式会社花銀行とし、称号をケブ花銀行とする。合併後の新会社のロゴは花銀行のものをそのまま使用。合併後の在日視点では、全員システム上の金表記は花となっている。韓国の金融委員会内市金融監督員による現在の分類では、 市中銀行、日本でいう、普通銀行に、相当とされており、銀行コードは零号を付与されている。韓国外関銀行法に基づく国営の通貨、金融機関、日本でいう、特殊銀行として設立されたが、同法の廃止とともに、市中銀行に転換、民営化され株式上場された経緯を持つ。日本で言えば、横浜証金銀行。 解散再編級東京銀行、独占経営基盤の環境変化三菱、東京 UFJ 銀行の経緯、形態によく似た銀行である。本店は、ソウル市中区ウルチロロ64所在、いまだに、旧住居表示を使う人も多いため、旧表記の、ウルチロロ2百181番地を併記している。店舗数は354店、2009年2月、現在、 預金校は韓国国内で第6位を誇る。韓国内で放送されるテレビ CM にはイメージキャラクターとして父にを起用している。主に外国合わせを取り扱う銀行としては韓国国内最大の銀行であり、世界120カ国以上の通貨に対応している。国際金融、外為業務に強く、韓国の輸出入にかかる資金移動の50%近くを担っている。 韓国内のニュースでは、外国為替関係の報道がなされる場合、外韓銀行本店のディーリングルームの映像がよく使用される。ウッケドーのメインバンクとして朝鮮民主主義、人民共和国、北朝鮮に出張所を置いているほか、2004年にはイラクのザイトゥーン部隊にも出張所を設置した。企業向け金融にも強かったが、アジア通貨危機の影響を受け、 ドイツのコメルツ銀行の救済出資を受けている。2003年、アジア通貨危機により、国際取引戦率が高い路口は甚大な影響をこむり、経営が逼迫し、破綻寸前とまで目された。これに対し、米国系志望ファンド、プライベートエクイティローンターキャピタルが、救済出資介入を行い、同行並びに連結し会社ケ部外観カードの、 発行済み株式の50.53%を投じ、レートで約1兆4千億円の格安価格で買収したローンスターは国際的に出資を行っているファンドで、日本においても東京スター銀行、旧東京商は銀行やメグロガジョンなどに多数出資している。2004年、ジェイスマンハッタン銀行アジア太平洋部門を統括し、コロンビア大学でも 教鞭を取っていたロバート・ファロンが会長に就任し、2007年までの4カ年で10億ドルの利益を出すことを目とする事業再生計画を推進した。その後、積極的なリストラが進められたが、地元韓国の商習慣や文化に配慮しつつ、経営資源の統合、再配分を行い財務内容を整理して、同行の黒字転換に成功した。2006年5月、 経営改善が一段落したと見たローンスターキャピタルは投資利益を確定させるため韓国最大主業である国民銀行に対して所有する同行の全株式を売却することで同意したと発表同行は国民銀行グループ参加に入る予定となったしかしローンスターによる韓国外関銀行及び連結子会社であった 旧ケブ外観カードの株価不正捜査疑惑が持ち上がり、同行を不当な低価格で買収した容疑、脱税容疑、外貨密輸入容疑で検察庁が捜査介入、株価捜査による不当買収容疑について起訴された、いわゆるインク最大の事象であるローンスター事件。一審、有罪、二審無罪、現在最高法院で係争中。起訴に伴い、2006年11月、 国民銀行への全株売却は白紙撤回された。2007年9月、欧州銀行最大手である A、HSBC ホールディングスが、ローンスターから所有する韓国外貫銀行の発行済み株式51%を63億ドルで取得することで、条件付きの合意をしたと発表した。付帯条件の内容は、ローンスターによる旧ケブ外貫カード株、 韓国外関銀行株の株価不正操作疑惑などの裁判の解決、並びに韓国行政当局による HSBC の動向、全株式取得についての同意であった。これにより、ローンスターは動向から完全に撤退して、動向は HSBC グループ参加に入る予定となり、2002年にソウル銀行、2004年にハンビ銀行、 1998年及び2005年に韓国第一銀行の買収を手掛けながら不調に終わっていた HSBC は香港と並ぶ将来のアジア拠点の一つと目していた念願の韓国大手銀行の HSBC グループ導入を叶えるかと思われた。しかし2008年9月 HSBC ホールディングスは取得先、交渉先のローンスターと 取引額の見直しで合意に至らなかったことを理由に、ローンスターが保有する韓国外関銀行の株式買収を取りやめ方針を発表した。2009年5月、韓国の政府系金融機関韓国産業銀行、KDB がローンスター保有の韓国外関銀行株を買収する可能性を示唆したが、ローンスターからの売却先は二点三点した状況が続いており、 同行はなかなか安定基盤に軟着陸できない状況を続けている。現行、ローンスター市会社である l s k k e ホールディングス SCA が51.02%出資している。2010年11月、花金融グループがローンスター保有の同行株式を買収することを発表。2012年1月、花金融グループへ売却され同グループ入りをした。 2015年合併に反対していた老素側と経営側が合併に関して基本合意し9月に韓国外関銀行を存続業として花銀行と合併しケブ花銀行が誕生これにより総資産で現在トップの国民銀行を上回り国内最大の銀行が誕生することになる日本国内業務を認可した金融庁の分類では 外国銀行とされ、統一金融機関コードは0423を付与されている。合併後のケブ花銀行でも、コックスの0423を継承して使用。在日支店のモットーは、韓国と日本の架け橋並びに、お客様との出会いを大切に。在日三店は、2005年12月の金融庁検査の際に、2001年から2005年の間、 銀行法違反の無免許営業を行う、いわゆる地下銀行と取引していたとして、2006年3月10日から6月9日の3ヶ月間、新規の法人海外送金業務を禁止する業務停止命令を受けた。また、2010年1月には、東京と大阪の支店が不正に利用されることを知りながら顧客が暴力団、関係者から借りた4億円を入金して、 預金残高証明書を発行したこと2005年から支店経費数百万を横領流用していたことが原因で行政処分3ヶ月間の新規取引業務の停止を金融庁から受けている国際業務展開に際して東京をニューヨーク、ロンドンに並ぶ重要市場と捉え同行設立と同時に東京支店が開設されたその後 主に貿易関係の b t o b ビジネスのみならず、リテール展開をも索して、日本国内で在日韓国人並びに、韓国系日本人の居住数が、最も多い大阪市に、大阪支店を、ついで多い東京と新宿区に、新宿出張所、旧、新宿相談所を展開している。2013年11月には、韓国富山との定期航路を要する九州、福岡地区に、 福岡出張所を開設した。現在は旧ケブ側の店舗を日本国内に計算営業拠点を展開している旧花の店舗は合併時に近隣のケブ側の店舗で業務を一部継承したために廃店となった。新宿出張所は旧名新宿相談所の名でかつて韓国系の広域新素アスカ信用組合の本店2階に空中店舗として所在し、 韓国向け送金業務を取り継ぎしていたが、2008年6月に現所在地に移転、東京支店の災害時代替店舗として指定されていた。2016年5月31日をもって新宿出張所は閉鎖した。2008年度の在日支店の業績は、資金運用環境の悪化から、なんとか経常利益は63億9300万円を確保したものの、 経常費用がこれを上回って20億2300万円の経常損失を出し、前期からの繰り越し利益上預金ではこれをまかなえきれず、本店から12億3000万円の損失補填を受ける苦しい決算となった。解説講座には、支店番号4桁と、講座番号6桁が付与される。取扱いや手数料の一部には、東京支店講座、 大阪支店口座で異なる部分が参見される。在日支店の口座のキャッシュカードは三井、住友銀行並びに、イオン銀行及び、セブン銀行と ATM 提携をしている。日本円と韓国ウォンの為替レートは、東京支店、大阪支店が独自に設定しているため、支店によって異なる。また、日本の全国紙が掲載する為替レートは、 三菱東京 UFJ 銀行レートを記載するとが多いが、同行ではソウルレート、韓国三大市はこれを記載するを用いているため、日本市の報道と同行の為替レートは異なる。なお、同行国内支店のレートは、韓国内支店で用いるレートとは異なっている。韓国内よりレートは悪いものの、韓国ウォンを取り扱う民間両替所や一部銀行に比べ、 顧客に有利なレートで両替できる。日本円、韓国ウォン間の両替は、紙幣のみで、原則500万ウォン相当まで受け付ける。以前は、外貨宅配サービスを行っていたが、韓国通貨危機器による為替変動の激化に伴い2008年10月より、サービー提供を中止した。顧客の PC を利用した、インターネットバンキングサービスのみ提供している。オペレータ対応による、 テレフォンバンキングや携帯電話によるモバイルウェーブバンキングサービスは行っていない。インターネットバンキングのためのサーバーは日本に置かず、韓国の本店サーバーを使用して運営している。複数台の PC でサービスを利用するには、認証キーを該当 PC の HDD、あるいは PC がローカルにアクセスできるストレージ機器にペーストすることによってログインが可能となる。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。